一生懸命に走ったり、また姉妹でチャレンジしたりと大忙しです。午前中はこうして比較的活発によく動き遊んでいる可愛らしい姿観察するチャンスです。午前中たっぷり遊びますと、午後にはぐっすりとお昼寝をしていたりもしますので、また午後にも2頭の様子ぜひ見にいらしてください。この後はお母さんパンダのラウフィーがまた舞踏場に戻ってまいります。親子3頭になりますと、今度はスタッフでなくお母さんに遊ぼう遊ぼうと甘えるシーンもご覧いただけるかと思います。どうぞこの後もごゆっくりお楽しみください。